2019年を最後に途絶えている F1 ドイツ GP が26年にも復活する可能性が出てきた。国内中堅企業5社で構成する共同事業体がホッケンハイムリンクの株式の75%を買い取り、周辺開発を含む多額の投資計画を発表。同年から新規参入するアウディのサポートも期待でき、復活への追い風になりそうだ。 周辺のベルギー、オランダなどとローテーションを組み、数年おきの開催になると見られる。1951年にニュルブルクリンクで初開催された F1 ドイツ GP は、2019年のホッケンハイムリンクを最後に、財政難のため途絶えている。世界中が新型コロナ禍に見舞われた20年には、中止となったグランプリの代替開催をニュルブルクが引き受けたが、名称はアイフェル GP だった。 ドイツの DPA 通信によると、ホッケンハイム買収のために新設された共同事業体は、エモドロムグループと呼ばれ、株式75%を550万ユーロ、約9億2300万円で購入。約2000万ユーロに達するサーキットの全負債を完済することにも合意したという。同グループは買収決定を受け、 サーキット周辺に今後5から10年間で最大2億5000万ユーロを投資する計画を発表。モーターワールドと名付けられた壮大なプロジェクトは、初期段階だけでもホテルの新設と300人の新規雇用創出を含み、25年後半からの稼働を目指している。ドイツ GP が途絶えた大きな要因は、公的機関の資金的サポート不足だった。メルセデスは創立125周年。 かつ3戦200戦目の節目だった19年こそ援助したものの、20年以降のカレンダー残留に積極的ではなかった。だが、26年からはアウディが新たに F1 サーカスに加わる。F1 は歴史的に参加者がプロモーターを兼ねることを禁じてきたとはいえ、レッドブルのオーストリア GP やホンダの日本 GP などの例外も存在する。アウディが多くの子会社を介して資金を投入し、 歴史的なグランプリをカレンダーに戻す可能性は十分にある。ホッケンハイムの新ーオーナーが投資計画を軌道に乗せ、F1 運営会社に支払う開催費用の援助を受けられるようになれば、数年以内にドイツ GP が復活する。ただ、毎年開催ではなく、ベルギーやオランダ、イタリアのイモラ、スペイン、フランスとともに、欧州でのローテーション開催に組み込まれるだろう。